残りが2周となっていきます。斜め縦1列の体型です。誘導員の後ろ5番の坂本、2番手少し車間を空けて3番奈良が後ろの様子を伺います。現在4番手が2番の相川です。6番手に1番の渡辺、7番手7番の渡辺です。まだ縦1列の体型崩れません。残り600の鐘、2番手から3番の奈良が前に踏んでいく。誘導員をかわしていくか。その後ろ4番村田が続いています。さらにその後ろから2番の相川仕掛けてきた。2番の相川が前を叩いていって、2番手6番の馬場が離れました。その2番手収まったのが3番の奈良。その後ろ4番の村田が続いています。後ろは1番の渡辺と6番の馬場で並走になっているが、1番渡辺は内を救う。外からは5番の坂本がまくってくる。2番手外まで上がってきた。5番の坂本が一気に先頭を捉えていこうという勢い。その後ろですが3番なら切り替えられるが、4コーナーから直線。5番の坂本先頭、外から3番なら持ってくるが、5番の坂本ゴールイン。2着3番なら、3着に2番の相川。